いらっしゃいませ。ミルカのゲームプレイ動画屋さんへようこそ。どうもミルカです。はい、今回はこちら、ででん、モンストのアスモデウスさんにワクワクの実をつけたいなと思っております。で、ですね、今回は木の神殿時の間に参ります。はい、多分投擲制なんじゃないかなと思ってます。あ、ワープとダメージボール来るんですけれども、そこら辺は大丈夫じゃないかなと思ってます。ではでは行きましょう。今回はアスモデウスさんと、テキーラアルファさん、そして、アスカさん、と、あと、フレンドさんに、サンゴクーさん、お願いしました。では、行きます。もう、バスバスっと、さっくりサクサクっていっちゃいます。で、アスモデウスさん、貴族性キラーですので、かなりいいんじゃないかなと思っております。よし、行くぞ。先に上の2体じゃない、3体か、倒しておいた方がいいかなと思います。今回そんなにやってダメージボールにこだわってないパーティー構成ですので、先に倒せるだけ倒しちゃいます。で、できればこのステージでストライクショットも貯めた方がいいです。ですが、今回は貯めないでいってみます。行きましょう。いいでしょう。孫悟空さんもなんだかんだで使ったことがな、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 どうしようかな。よいしょ。先に倒しちゃいます。重たい。で、アスモテルさん、ストライクショットが8ターンで溜まるので、どんどん使っていった方がいいかなと思います。おとととととと、いたたた。そして、テキラアルファさんはできれば、そう、できれば下に通し、OK でしょう。いけるかな、下に来て、あ、そっかそっか、いい感じです。OKOK、これから、おーっと星4キャラクターもどんどんワクワクの見つけていこうかなと思ってるんですよね。せっかくなんで超絶とか、あー、まずいですね。大丈夫かな。あー、空白は、あ、なんかかかる。あ、まずいまずいまずい。これはまずいですね。すごい笑っちゃいました。あー、いかんですね。あんまりこう、ドレプじゃないですが、遊んじゃいけませんね。よし。いやいや、遊んでるわけではないんですよ。ちょっと、急ぎすぎちゃったのかなっていうことですよね。一度にしろ、大変ですね。急がんでれば、急がなくていいか。よし。あっ、これはダメだ。頑張って、頑張って。お、ガス。7番。キラー乗ってればな。どうしますか。タイムリミットもあるので早めに行きたいところですね。あ、待って、またそれ危険じゃないか、また。うまいこと、私痛い、すごく痛い。ハート取らなきゃ、取れるかな。取った、取った、 OK、 いいですね。痛い、重なっちゃっちゃいました。いいとこ出ろ、いいとこに、いいとこに、そこかい。まずい。火力高いな。友情宛ての、よし、いいぞいいぞ、倒せる子は倒しとこう。いたたた、痛いな。ハートこれ取れないじゃないですか。よいしょ、いい感じに、そうそうそこ、カンカン、うまい。次のテキーラさんでハートを取る。 OK です。攻撃力アップ無償で、次のステージに行きましょう。よしよしよし。星4キャラクターも意外と見てると、あれ、これいいんじゃないかっていうキャラクターが結構いるんですよね。で、またまたこんな感じで、いろんな神殿を、いろんな星4キャラ連れていこうかなと思ってます。
また手にすればよかったかな、ボスに向けて。おーっと、その位置は。あたたた、いたたたた。行きます。行くぞ。うん、バス。オッケーオッケー。周りの子も一掃しちゃいます。うん、いいでしょう。あたたたた、そんな端っこに寄らなくても。あ、挟まっちゃった。あ、なんだろう、すごい調子が悪いぞ。まずいんじゃないか。いたたたた。あー、ハート取りたいけどこれさすがに取れませんね。はい、八つ当たり。おぉ、ハート、ハート。ハートにまっす、まっすぐハートに。ゆくろだ、オッケー。うん、あと5秒、まずい、これはまずいな。もう次で、そうですね、ちょうどいいな、孫悟空さん。ちょっと使っちゃおう。いくぞ。素早く。ん、これ動いてるかな。おー、覚えた。ナイス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 。これはすごい。これは嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。そう、我が輩の力。すごい。ナイス。これは大丈夫でしょう。ありがとうございます。おーっと、よし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 。まあ、ひとまず銀の実、うん、出ました。あと1秒でというところでした。ギリギリでしたね。でももしかしたらタイムボーナスで金が、金が、金、あ、あ、すごい。嬉しい。やった。嬉しい、すごい喜んでた。最近だって全然本当に金の卵、卵じゃない、出てこなくって。 あとは何の実かですね。何がいいかな。うん、ちょっと見てみてからしましょう、考えるのは。出ましたよ、出ましたよ。あー、そうですか、そうですか。あー、なるほどなるほど。経験値ですよね、学びの力でした。まあでも嬉しいですけど、でもできればなんか超絶とかに連れて行きたいので、学びじゃない方がいいかな。いやーでも、こっちにしよう。学びの力特急、バイバイ。はい、ありがとうございます。アスモデウスさん、今後ちょっと活躍するんじゃないかなと思っております。ぜひぜひお楽しみに。ではでは、以上ミルカでした。またのご来店をお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。パソコンからご視聴の方は右下のアイコンより、携帯スマホからご視聴の方は下の概要欄よりチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。合わせまして、サブチャンネル、ツイッター、ツイキャス、ブログの方も下の概要欄の方に載せておきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、以上、ミルカでした。では、また。